画面を大きくしたら編集スペースがちっちゃくなる。完全解決。全編集マンにおすすめしたい。モニター上下縦置き。キーボードに関しては本番行きます。下に置いて記録ができるといいです。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。早速ですが、縦置きモニターを導入したきっかけが2つあります。1つはですね、冒頭で話した通り編集作業問題、はい。そしてもう1つがデスクスペースを広く綺麗に使いたい。この2つを解決できる、それが縦置きモニターアームです。といってもですね、モニターアームたくさんあります。1つの画面につけるモニターアーム、そしてモニターを左右につけるタイプ、そして今回監督が狙っているのが上と下上下でつけれるモニターアームなんです。今回購入した商品はこちら AVLTDM58 注意点。モニターアームのサイズは13-34インチ、そしてモニター1画面の重量が最大9キロ。ちなみに現在監督使っておりますのがウルトラワイドモニター、34インチで 7.1キロ、そしてサブが28インチ、 6.72キロ、両方とも範囲内なのでこちらの商品を購入しました。注意点2つ目、差規格。モニターには 75×75 または100×100 のビサに対応しております。ただですね、モニター自体ビサの取り付け穴がない場合は AVLT ストアにてモニターと互換性のある非ビサアダプターというものをですね、購入すれば使うことができます。こちらの商品なんですけども、マウントオプションが2つ対応しているものが付いております。クランプ方式とフロメットベース方式。こちらの商品はですね、頑丈な構造となっております。モニターアームは高品質なアルミニウム製、頑丈なスチール、耐久性のあるガススプリングシステムでできており、ぐらつきやたるみを防ぎ、モニターをしっかり支える耐久性と安全性が備わっております。中央のポールは 80.2cm。 モニターの傾きと回転、傾きはですねプラマイ35、ベサ回転がプラマイ180、モニター回転もプラマイ180、柔軟性に富んでおりまして、指で触れるだけでモニターの位置を調整可能、多種多様な配置に対応しております。2つ目ですね、ディスクを広く見せるというところなんですけども、普通支柱があるかと思うんですけども、それを取っ払うことでデスク空間をきれいにスッキリとさせることによって広いスペースを確保することができます。ではまずですね、監督の今のデスクトップ環境はこちらです。こちらが現在の監督デスク前となっております。まずこちらウルトラワイドモニター34型です。こちらがサブモニターとなっております。動画で紹介しております。こういったこの白いですね台座に置いて載せております。本体がこちらですね、パソコン本体。はい、ではですね、早速開封していきたいと思います。商品ですが、こちらです。AVLT の上下のモニターアームとなっております。34インチ、垂直式強化されたポール、モニターアーム2画面となっております。結構こちらですね重たいです。では開けていきたいと思います。オープン。はい、これは何でしょうか。 We hope you enjoy. Thank you. We appreciate choicing. はい、なんかわからないもの。中を見ますですね、こんな感じで段ボールが小分けされて入っております。まずはですね、この長いものを見ていきたいと思います。多分モニターポール。出ました、がっちりとした、はい、大砲の一部となっております。バーン、アポーン、アポーン。こんな感じになっております。これで殴られたらめちゃくちゃ痛いボールです。続きまして、こちら、これは何でしょうか。はい、おお、何かわからないけども、これは何でしょうか。多分ボールを差し込むものになるかと思います。はい、で同じものが2つ入っておりました。手裏剣です。ベサ企画ってことは、じゃあこれは、これもおそらくこれにつける、はい、感じのものですね。そして取扱説明書、こちらはですね、大きめな形で、あ、日本語で書かれておりますので分かりやすいですね。2段構成になっておりまして、わあ、まだこんなに入っております。一番大きな、あら、またポールが入っていました。これは一緒なものかな。重たい。わあ、こちら金具が2つ入っておりました。これはデスクに固定するものですね。ビサのやつがもう1個入っておりました。続いて丸い手裏剣、手裏剣、手裏剣じゃないね。
はい、続きまして、あ、こちらもさっきありましたね。工具類何個か入っております。ああ、結構これあるぞ。こんな感じで何個かパーツが、はい、というわけで以上となりました。全部開封しました。編集スペース、編集一つ、はい、こちらがパーツとなっております。変身。見てください。この編集プロジェクトがめちゃくちゃでかくしても小さくならない。画面が大画面で見ることができる。 OK みたいな。はい、そして、キーボードに関してはこちら使わないときは下に置いて広くすることができるというですね。はい、この上画面下画面を分けることによってかなりですね編集が快適にできるかと思います。はい、というわけで皆さん縦画面いかがでしょうか。編集画面が大きくできる、細かくできる、そして基本的に画面はジャンボサイズ、これは編集マンにとってめちゃくちゃ快適にできると思います。今後の監督ラボの動画編集、上下2画面体制でやっていきたいと思います。多分編集速度も上がると思います。ではまた次の動画で会いましょう。編集スペース、編集、一つはですね、冒頭で貼りなさって編集スピード、縦を、両方ともハイになる、モニターの位置をちょ、そんなわけで AVLT 今現在監督のデスクトップ、監督のデスクトップキャン